はい、皆さんおはにばして、はい、ということで今回はアーキアの方やっていきたいと思います。はい、でちょっといよいよ来ました、シンギュラリティ。いや、お待たせしました、本当。いや、ちょっとね、前回のメモリーフォレストでね、ちょっと光ゼロにね、予想以上に苦戦した、本当に。ちょっともうこれもやらない、もう俺。はい、といった感じで、とりあえず絵と解禁して、でこれ解禁するときにシンギュラリティやらざるを得なかったんで、とりあえずパスタの方で代用してやってました。はい、まあ、ちょっと曲に関してはちょっと初見じゃなくなっちゃうんですけども、まあ、とりあえずまあフューチャーの方ね、まあ、譜面も期待しつつ、まあ、演出もね期待しつつといった感じでちょっとやっていこうかなと思います。もう早速やっていきます。いや、いいね。ちょっと Q プラスはどんな方感じなのかとね、うん、そう、まあ、パスの方やっちゃってるから曲は知ってんですけども、このさ、最初のさ、この序盤からちょっと片手がすげえな。最初のこのサンプリングあんじゃん、これなんて言ってるかちょっと分かんないんだけど、なんか途端にクレイジーみたいな、まあ、ちょっと俺のことかって感じなんだけど、いや、ちょっといや、ミツとか、いや、すげえな。むすくね、え、ちょ、むすくね、まあ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 、いいっしょ。なんだっけ、その、そう、あのサンプリングなんかさ、DJ 吉高さんのさ、曲であったよね、なんだっけ、あの、アルビダだっけ、結構有名だよね、あれ。そう、まあ、片手がね、まあまあまあ、もう全連、待って、珍しくない、全連の片手って珍しくない。ちょっと、もうこのあからさまに回復って分かる回復ゾーンね、そう、いや、ここで稼がないと完全に罪だよね、これ。オッケーオッケーオッケー、ちょっとゲージ貯めてね。さあ、ちょっと。だからさ、曲がさ、すげえいいよな。なんかメモリーフォレストとまた違ったテイストでね。そう、いや、もうメモリーフォレストちょっとしばらくやりたくねえわ。もうトラウマになったわ、もうあれ。もう、あれはきつかった、ちょっともう。もうしばらくやりたくない。あ、まあ、この辺はまあ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 。オッケーオッケーオッケー。え、すげえ、ちょ、いや、ちょ、マジでびっくりしちゃって。普通にポーズをしちゃった。これやべえわ。しかも、普通に目の前でキャラクター出てきてクソビビったんだけど、マジで。レーン消える演出って何？あれ一瞬なんだあれ。おしっと、レーンがビートを刻むな、おい。レーンがビートを刻むな。おしっと、ちょっと、荒れてね。いろいろ荒れてね。ちょっと、ムス。ちょっと待って。こっからちょっと密度濃すぎじゃね、ちょっと。密度濃くなりすぎじゃね、ちょっと。待って。前半でさ、ちょっとなんか、優しくしといてさ、なんかちょっと甘くミスといてからの、このいきなり鬼畜なりスタイルやめようぜ、ちょっと。待て、なんか、おい、アクシウムみたいな片手もやらせてくるのか、おい、なんかちょっと、ハルシオンの密度と、なんかアクシウムの片手をなんかちょっと混ぜてくる、ちょっと欲張りセットやめなさい、ちょっと。欲張りセットやめろ、おい。いや、むずくね、ちょっと。いや、普通にむずくね。いや、レベル違ったわ、ちょっと。え、つか、演出やばくね、あれ。普通に、でも、いや、やばい、レーン消えるってさ、もう、これ完全にボルテやん、もう。何、もうこのゲームは何、ボルテに向かってってんの、これ。ボルテになることが夢なの、これも。はい、ということで、ちょっとむずい、普通にむずい。ちょっともうちょい詰めてみます。 If you can. え、あれずっと続くの。 え、マジ、そういうこと、コンボ切ったら消えんのか。え、なに、あれ、え、じゃあ何、あれコンボ切らさずに最後まで走り抜けろってこと。ちょ、待って、それ拷問でしょ、もはや。それはきつくすぎるぜ、あまりにも。おい、運営さんよ、おい、それはちょっとやべえぜ。ちょっと拷問じゃね。いやいや、ちょっと拷問にも程があるでしょ。だってさ、これこのゲーム、この楽曲さ、後半がむずいのに後半からさフルコンボ取らせてくんでしょ。いや、鬼畜だわ。改めてちょっと運営の鬼畜さをね、思い知ったわ。あ、いや、まあちょっと、いや、まあもちろんちょっと、いや、狙うけど、いや、これ普通に Q プラスの中でもめっちゃ強い方だぜ、これ。やばい、これ。いや、下手したら Q プラス最難まである、これ。本当に最難関まである、本当に。はい、ということでですね、うん、いや、これ鬼畜だわ。だってさ、レーンの消失した状態でかつあの難易度をフルコンボさせるっていうのはね、なかなかやばい。はい、こういった感じで、まあでもとりあえずまあね、まあ A だけどクリアはしたんで、まあとりあえずね、バイナリーエンフォールド、まあ無事カッコハテナだけど、無事カッコハテナで達成しました。はい、
といった感じで、まあとりあえずまあアーキアのなんだろう、リクエストがまあ、ちょこちょこまだ残ってるんで、まあそれに応えていくって感じで、まあまだぼちぼちやっていこうかな。まあでもとりあえず一段落感はあるね、正直。うん、はい、といった感じで、まあとりあえず今回これで終わります。ご視聴ありがとうございました。